さんに支えられた1年でしたね。全員で頑張ろうみたいなね、そんな団結があったなっていうふうに思います。私たちができること、そしてやっぱりここに根付いた神楽っていうのを大事にしていきたいなと思ってます。はい。